対象首いただくぞ。俺たちの仕事は敵の食料と補給物資を焼き払うことだ。奇襲を仕掛け仕事が済んだら一目散に撤退する。援護はない。敵の夜襲に備えるためにこの作戦に避ける戦力はないそうだ。け腰抜けどもめ、顔色一つ変えない。それだけグリフィスを信頼してるってことか。今回のしんがりはガッツ、お前にやってもらう。骨の折れる仕事だ。敵を牽制して味方の闘争を助けるんだ。死ぬ確率も高い。やれるか？命令だろ。そうだ。グリフィス、試す気だな。へん、これで奴も終わりだぜ。危険な仕事とはいえ、こんな重要な役目。あいつを試すだけにやらせたりしない。グリフィスはあいつを信頼している。敵もまさかこんなところから奇襲を仕掛けてくるとは思わないだろう。それにこの風、行軍の音を消してくれる。しかも敵の背後から仕掛けるなら風上から火を放つことになる。全て計算のうちってわけか。放て！夜襲だ！敵が後ろから。敵に構うな。一気に突破しろ。脱出する。さすがだ。ハッ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 ハ
調子に乗んなよ。ここからは俺の仕事だ。とっとと行け。見捨てるわけにはいかないな。危ない時は下がれ。生き残ったな、小僧。見直したぜ。グリフィスが見込んだだけのことはあるな。こんなところで何やってんのよ。来いよ、飲もうぜ。俺はいい。あのガッツさん、さっきはありがとう。おかげで命拾いしました。俺尊敬しちゃいます。あんなすごい戦いぶり、グリフィスさん以外に見たことないですよ。俺はただ自分の仕事をやっただけだ。礼を言われる筋合いはねえよ。照れるな。
よし、クソ生意気な新入りに乾杯。ガッツ、百年戦争って知ってるよな。ああ、なんとなくは。ミッドランドとチューダーの戦争だろう。そう、百年前にチューダーがミッドランドに侵攻して以来、未だに戦いを続けてるんだ。吐きもせずよくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は食いぶちに困らないわけだ。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。へえ。しかし、なんでまた大国が俺たちみたいな傭兵を雇うんだ。最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。そこで我ら鷹の段に白羽の矢が立ったというわけさ。なあガッツ、鷹の段に来る前はずっと一人で傭兵でやってたのか。いや、だいぶ前だが傭兵団にいた。それからは一人だ。ま、詳しいことは聞かないよ。傭兵やってりゃ何かしら言いたくない過去は持ってるもんさ。はあ、ピピンよく食べられるね。俺もうヘトヘトで食欲ないよ。食える時に食え。何が起きるかわからん。ピピンみたいな大きい体と肝っ玉が欲しいよ。何者であれ、俺の邪魔はさせない。の名にふさわしい働き見せていただきましょう。俺だってやるときはやるよ。一丁かましてやるか。くっ。
行くぞ。こいつは貸しだからね。手伝うよ。手を貸そう。俺の足引っ張んなよ。頑張ってんな。これより進行を開始する。力みすぎるな。邪魔はさせん。出陣する。
勝利を重ねれば俺の夢は。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよそんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。そんなもんかね。でも強いて言えばグリフィスかな。やっぱりここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血の間臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよガンビーノ。
こんな夜、化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょ。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。